金田城、金田城、金田城、金田の木、金田の木は、津島国下和わ郡の城山、城、山。現在の長崎県津島市三島城黒瀬にあった、日本の古代山城。分類は、朝鮮式、山城。城石は、国の特別史跡に指定されている。対馬島中央部、浅地湾西側の外浅地の南縁の城山、城、山。 標高二百七十六メートルの山上に築状された古代山城である。アスカ時代の天示天皇六年、六百六十七年に築状された朝鮮式山城で、西日本各地に築状された一連の古代山城のうちでは、朝鮮半島への最前線に位置する。近世期までに、城の所在は失われていたが、九百二十二年、大正十一年九百四十八年、 昭和23年の調査で否定が定めされ、1985年度、昭和60年度以降に発掘調査が実施されている。城は、城山の急峻な自然地形を利用して築造されており、城山の東斜面において、城壁とともに、城門、水門、掘った手柱建物跡の構築が認められる。特に城壁としては、 約2 8トルにも及ぶ石類が全集し、他の古代山城が土類を主とするのとは性格を意味する。また、掘った手柱建物跡の遺構から、先森の居住が示唆されるほか、出土品の様相からは、奈良時代までの廃城化が推測される。古代の大朝鮮半島の最前線としての重要性、また、遺構の良好な依存状況と合わせて、文献上では知られない。 当時の先森配備の実を考察する上でも重要視される遺跡になる。上跡域は1982年、昭和57年に国の特別史跡に指定されている。文献上では、日本初期、天智天皇六年、667年上において、筑和国高安上。三、吉国山田郡八島上。辻島国近、田代として、同年に、高安上。 ヤシマ城ともに、カナダ城が築城されたと見える。日本書紀によれば、天智天皇二年、六百六十三年の白月世への戦いで、和軍が、当、白木連合軍に敗北した後、天智天皇三年、六百六十四年に、太宰府の防備を固めるために、津島島、壱岐島、築地国島先森、呂氏が設置されるとともに、築地に水木が築造された。 ついで、天治天皇四年、六百六十五年に答え、春初の指導で、長戸国に城が、奥礼福留、四飛、福王の指導で、筑紫国に、大野城、炎城が築造され後、前日の天治天皇六年、六百六十七年に、高安城、八島城、カナダ城の築造に至っている。以上から、白月の絵の戦いの敗北を受けて、防衛体制が整備され、 その一環の大朝鮮半島への最前線として、カナダ城が築城されたことが知られる。上域での発掘調査によれば、7世紀中頃に築城された後、7世紀末頃に、修築、8世紀初頭以後には廃城化したと推測される。文献上では、奈良時代にも一帰国、津島国に先森が配置されたことが知られるが、上記の事実から、同時期のカナダ城には、 先森が駐屯していなかったことが示唆される。その後の経緯はつまびらかでない。中世紀には、柿津元年、1441年、京徳二年、1453年に、城山の木の伐採を禁じた文書が見える。特に前者では、黒瀬の平西門の城に対して命じられているが、この平西門の城こと、平山氏は俗に、城山の番人と称されたという。 近世紀には、所在不明のカナダ城について、津島市伊豆原町佐世の金田原に否定する説が有力であった。これに対して、津島藩の受学者の須山突案は、津島紀略において、城山説、現在地を挙げている。なお、佐説については現在までに、以降の存在は知られていない。また、津島紀略では、天磁機山城とする説の他に、 神宮皇后の白木聖罰寺の城とする説も挙げる。類似の説として、藤人忍信の本州武備団、藤貞房、藤人忍信の子の本州編年略、藤中号、藤人忍の孫の竹本団、津島記事では、中和天皇の築城とする説を挙げている。落光気分では、黒瀬村上山に、木戸が3箇所ある旨、 三の木戸あたりの石垣が巨石である旨、平山殿吉が城山あずである旨が見える。江戸時代後期には津島近海に外国船が出没するようになり、津島藩は完成四年1792年に宴会地図を作成するとともに要所に宴見板書を設置し、完成十年1798年に海辺お供え閣を作成している。 海辺お備えか国は城山、海船の神河前が明記されており、この頃にカナダ城の集築がなされたとみられる。近代以降については次の通り、カナダ城の所在する城山は、白岳、標高519メートルから、北へ伸びる白岳石栄変岸の岩脈から、形成される。城山の三方は海に囲まれ、陸続きの南西側も急峻な地形をなす。 また山上から北西方向には朝鮮半島が眺望可能であるため守りやすく見張りにも適した立地になる。城は城山の東斜面に構築され谷を取り込むように石類を構築したみ谷式山城になる。北側から西側にかけては城山の断崖を利用する。上域面積は約22ヘクタール0.22平方キロメートルを 測る。なお、史跡指定範囲は、半島全域に及び、約240ヘクタール、2.4平方キロメートル、を測る。城壁としては、石類の構築が認められており、石類の総延長は、約2.8キロメートルにも及ぶ。多くの古代山城が土類を、主とするのに対して、城壁のほぼすべてが石類で構築されている点で、色を示す。石類は、 低い箇所で2から3メートル、高い箇所で4から5メートル、谷部で6メートルを測る。土類は1箇所数百メートルでのみ確認されている。また1の木戸北部、1の木戸南東部、上域南端、東南角石類では、石類の張り出しが認められる。この張り出しは防御機能を高めた技術で、朝鮮半島では、木地、地、木地上、地上と呼ばれる。例は、 鬼の城、岡山県創邪市の角楼でも知られる。城壁に開く城門としては3箇所、2の木戸、3の木戸、難門が、水門としては2箇所、1の木戸、3の木戸が認められている。以上のほ他、瓶串山安部の土塁においてビング串門が認められている、口述。城山の東側、二の木戸と3の木戸の間には、瓶串山と称される小峰があり。 ビングシ山、城山の安部、ビングシ山安部は、金田城において、中枢的機能を担ったとされる。城内では、最も早く、1993年、平成5年以降に発掘調査が実施されている。ビングシ山安部は、城内で最も広い約20メートル四方の平場を、形成しており、これまでに、門、ビングシ門、土塁、掘ったて柱建物跡3棟。 炸裂跡が認められている。土類、南土類、北土類は暗部を防御するように古城に構築される。土類の立ち割り調査では二重構造と認められており、ある時期に拡張されたことが知られる。土類に開かれたビング諮問では、石英半岩の礎石一個が認められているが、タイになる礎石は失われている。現地では複製を展示。また、 掘ったて柱建物は一軒三軒の小規模な建物であるが、路遺構が認められており、先森の詰所、宿所の可能性が指摘される。城山山町は、下立、熊、小立熊とも称され、その名称からのろしの設置が推測されるが、遺構は検出されていない。一の木戸付近には、大吉戸神社、大木戸神社、や、大吉戸神社、旧村社、が鎮座する。 金田城の鎮守として祀られたと推測され、木戸の読みとの関連性も指摘される。日本三大実録上岸十二年、八百七十年、城に十五位下から十五位上に少女されたと見える、大吉刀紙、大告刀紙に否定する説があるほか、中世頃以降は、城山綿宮として変遷していい。城域からの出土品としては、末器、弾木、炭や関連遺物、 温弱等がある。末駅の様相によれば、金田城は7世紀中頃に築城され、7世紀末頃に集築されたと推測される。なお、前述の大吉戸上社では、城山湿土という弥生時代の広型道鉾7本が伝わっており、長崎県指定有形文化財に指定されている。所在地、交通アクセス、関連施設周辺、駐車区原点出店。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。